僕がエルベさんと会う前にですね、15年間ぐらいずっと僕のことを追跡調査してたっていうふうにおっしゃったんですよね。で、もう来られてすぐ個展の話が出まして、パリは初めてではなかったんですけれども、現代美術に関しては最初の、展覧会がカルチェの現代美術財団だったと思います。で、エルベさんはここに来られて、そんなに、言葉数の多い方ではなかったです。非常におとなしい方だったと思いますね。で、最初のエルベさんの感想っていうと、今もそうですけれども、若かったですね。もちろん僕も若かったと思うんですけれどもね。それで、話をしながらね、こう視線をね、外さないっていうのか、もうずっと僕の顔を終始見て話されたので、それでこの方はすごい信頼のできる方だなというふうに思いましたね。この人とだったら是非仕事をしてみたいと思いましたね。まあ、それが、エルベさんとの最初ですかね。で、その後も、毎年のように展覧会が始まるのまで2、3年あったかなと思うんですけれども、日本に来られるたびにここに来られて、で、このソファーがエルベさんが大好きで、で、ここに来るとね、日本に来たって感じがするっていうので、そういう話を聞くと嬉しいですよね。それで美術館っていうと館長さんがどん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 入れ替わるんですよ。その点ね、エレベさんは僕がお会いした時からずっと館長さんなので、もう今ではもう通過で、あうんの呼吸で話ができるので、そんなに、お互いの気持ちを確かめ合ったり、することは全然ないですよね。あれ非常に信頼してます。で、エルベさんも多分信頼してくれてると思うんですけどね。だから展覧会まではわりかしスムーズに行きました。ものすごい数の人が来てびっくりしましたね。今までの展覧会の中で一番多かったんじゃないかな。1980年にニューヨーク行った時に、ニューヨークのモマでピカソ展を見て、それでそのピカソ展の会場で画家に転向しようっていう、気持ちが衝動的にものすごくこう強く起こってきて、それでもうすぐもうグラフィックはやめ、もう明日からというより今日からもう、絵画画家としての活動を始めるっていうので、それを決断したんですよ。それが1980年。それからまあ、今日まで結構しんどかったですね。30何年間。でも多分僕の中でグラフィックはもう、卒業したって言うと変だけれども、もういいんじゃないかっていう気持ちが潜在的にあったような気がするんですよ。だけどピカソの展覧会を見てる最中に、本当にね、魔が差したように突発的に突然画家になろうっていう決断が決まってしまったんですよね。まあ一旦ね、画家に転向して後戻りしようと思えばいつでもできるんだけど、そんな気持ちは一切なかったですね。もうとにかくやるしかないっていうのでやり始めて。だけど、画家に転向して初めての展覧会が1984年なんですよね。それでもうその2年後ぐらいかな、世界の三大ビエンナーレにいきなり招待されたんですよね。で、それはちょっと驚きました。まだキャリアが2、3年のキャリアしかないのにね、そんな世界の国際
舞台にいきなり、推薦されたっていうのでは逆に少しは気が重かったですね。そういう経験を積みながら、いろんな展覧会をやってきました。ニューオーリンズの現代美術館っていうのがあるんですけども、それがアメリカでの最初だったですけれども、でもちろんカルチェの展覧会のはもっとスケールアップされた展覧会だったし、もっと注目されましたよね。だからそういうチャンスをやっぱりカルチェによって与えられて、でそれから何年もしないうちに30周年記念にカルチェで個展を開かれたアーティストが100年以上おられたんだけれども、そのアーティストのポートレートを描くっていう展覧会がその後また依頼されて、で120〜130人のアーティストの、ポートレートをここで毎日描いてましたね。開けてもくれてもとにかく毎日です。100もう日にちもなかったですからね、2、3ヶ月あったかどうかですね、僕に与えられた時間っていうのはね。で書き終わった時に入院しましたこれはエルベさんに言ってないんだけれども、書き終わって入院しましたね。毎日同じ姿勢で書いてるでしょ。だからその、姿勢に固まってしまったんですよね、体がね。それでそれを回復するのにやっぱり、絵を制作した時間以上かかりましたね。ね、だけどそれはいい思い出です、今になるとね。でその後またアンコールがありまして、エルベさんから何年か 1、2 年してからかな、もっとしてからかな、それでまた描き始めて、それは非常に楽しかったですね。あのね、120数人同じタッチで同じスタイルで描くっていうのは、それ僕にとってものすごく難しいっていうのか、ほとんど不可能なんですよね。だからこのポートレートに限らず、僕は一つのテーマによって、絵の表現が、変わるんですよね。10点描くと10種類のスタイルの絵ができちゃうっていう、これは今までのアーティストの創作の姿勢とは全然違うと思うんですよね。みんなある一つの様式、主題と様式に出会って、その様式の追求のために同じスタイルのものを何年間も続けていくんだけども、僕の場合はもうすぐ一点描き終わったら次のテーマの時はまた絵の表現がガラッと変わる。それと同じようにポートレートも一人一人の違う人格ですからね、その一人一人の違う人格、その人たちは性格も全部違う。そういう意味では作品の傾向が、様式が、変わっていくっていうのは僕にとってはむしろ自然だったと思いますね。この一生さんの場合は、今まで一生さんのパリコレクションのインビテーションカードを何十年って続けてましたからね、その時に一生さんのポートレートももう何十枚って描いてきましたからね、今でももう写真見なくてもある程度は描けますよね。今回も、一生さんが2枚描いたのかな、1枚描いてちょっと気に入らないからもう1枚描いてみようと思って、そういう人もいるんですよ。一人の人で、何枚も描いた人もいますよね。端的に言うとね、僕の性格が
秋っぽい性格なんですよ。だから一つのことを続けてやるっていう、そういう忍耐力がないんですよね。今描いた絵がこれが全てだと思わないんです。だからこの次の、 あの表現があるんじゃないかっていうので、その次を描くわけ。そうするとまた次描くと、いやこれじゃない、もっと何かあの表現が、別の表現があるはずだっていうので、それが結局はあの表現の多様性につながっていくような気がしますね。だから最初からいろんな絵を描くんだっていうんじゃなくて、結果としてそうなっていくっていうことですね。あの物事を達成させるとか、物事を完成させるっていう、そういう気持ちが非常に希薄なんですよ。物事なんて完成、すること自体がそんなことはありえないって、どんな場合もあの、なんて言ったらいいのかな、そのプロセスが大事で、このプロセスをの中でのこう変化っていうのか、あるいは未完って言ったらいいのかな。人間が生まれてきた時に完成して生まれてくる人はいないんですよ。みんなあの未完のまま、問題を残したまま生まれてくるわけです。それを短い一生の中で何とか完成しようと思って努力するんだけれども、なかなか完成しないままで死んでしまう。だから生まれてくる、来た時にすでに未完で生まれてきてるわけです。だから絵を描くにしても、それはあの未完であるっていうことは当然のことだと思うんですよね。だからね、あの未完こそが僕は創造だと思うんです。これはね、去年、WHO が、武漢でコロナが発生したっていうのを発表したのが、1月の31日ですよね。で、僕はその次の日、2月1日に、神戸で、病院をテーマにした、兵庫県立、横緊急病院展っていうのを開いたんですけども、その時にはコロナなんていうのは一切あの耳にもしてなかったんですよね。なんか中国で、なんかあの、恐ろしい、あのあれが流行ってるっていうのはあったけれども、それでそれからもうあっという間に1ヶ月もしないうちに、あの国内でいろんなグループ展があったり個展の話があったのが全部延期されてくるんですよ。でも発表の場を次から次にあの失ってしまって、それでこんなことしてたらダメだと思って、やっぱり何か発表し続けない、書き続けなきゃいけない、書いたものは何かの形で発表しようというと考えたんですけれども、発表の場がないわけです。今言ったみたいに美術館とギャラリーが全部シャットアウトしてしまったから、それで他に何か発表の場はないかなって考えた時に、やっぱりネットで発表するのがいいかもわかんない。でそこでじゃあ何を発表するのかっていうことになった時に、僕の今まで、書いてきた過去の作品とか、僕の、に関わるいろんな出来事、写真であったりいろんなことをするんですけども、それに全部ねマスクをつけていこう。その場合のマスク、今僕がつけてますけど、このマスクをみんなつけたんです。ところがこのマスクを最初に作ったのは僕は29歳の時なんですよ。その頃にその時の柄がこのままです。でその時にもうこういうものを作ってたんです。それをふっと思い出して、
それでコロナ対策のために全ての僕の中にいた、人物動物もひっくるめて全部マスクをつけていこうっていう、ね、600点ぐらいに全部マスクをつけて、もうマスクあとつけていく作品の数がないそろそろなくなるので困ったなと思ってね。だからそういうことで、ウィズコロナマスクアートっていうことで僕は個人のプロジェクトで始めたんですよね。アートが、新しいアートがね発生する時っていうのかな、っていうのは社会が安定した状態の中からは生まれにくいんですよね。むしろね、社会がこう混乱してるっていうのか、コンフューズしてるような、状態の時の方がね、アートは活発な活動を始めると思うんですよね。そういう意味ではアーティストにとっては今のこのコロナ禍っていうのは一つのチャンスだと思うんですよね。閉塞状態じゃないですか。その閉塞状態の中でアートを通してその閉塞をどういうふうに切り開いていくかっていうことを考えた時、最もね創造的になれるタイミングっていうのは、ね、時間だと思うんですね今。だからこの今のこの時期はアーティストにとってはねものすごくねいい時間、なんて呼べばいいか分かんないけれども最も刺激的な時間、だと思いますね。だから僕はウィズコロナっていうコロナを、と 対峙するとかコロナを敵に回すんじゃなくって、コロナを内なるイメージとして自分の中にコロナを取り込んでしまって、それで、コロナと共生共存しましょうっていうことでウィズコロナっていうネーミングをつけたんですよね。今はですねもういつまでもウィズコロナじゃないだろうっていうのは今度自分に対する、こう自問自答が始まって、じゃあウィズアウトコロナにしようって、もうコロナと共生共存しないぞってウィズコロナにしようって思って、今だからネットで流している僕のそのマスクアートのところにはウィズアウトコロナって書いてあると思います。だからこれがどうなのか、今アフターコロナみたいな言い方はされてますけども、いつ終わるのか全く果てしなく続いてますからね、終わらないのかもしれないし、終わったと思ってもまたどっかで発生するかもしれないっていう、そういう緊張と不安の中ではアートがの出番なんですよ。一番いいチャンスだと思いますね。